田中雅之さんです。どうぞ。おい、すごい、すげえ。さあ、じゃあ皆さん前の方へどうぞ。ねえ、男子高校生だ。高校生、今も高校生じゃないですね。高校生じゃない、高すぎでしょ、これね。田中さんは今、お仕事はどんなことされてるんですか？今はあのパフォーマーであり、指導者であり、まあ、審査員もやるんですけど、そういうダンスに携わることいろいろやってらっしゃる。好きなんですね、ダンスがね。でね、ダンスの教室もやってらっしゃるんですよね。はい、そうです。花子という子供たちにも教えてるんですね。さあ、それではですね。